今夜放送、ウィズミュージック、見どころ稲垣吾郎&草薙剛&香取慎吾、3人で初の音楽番組スーパー8&ウエストが周年コラボ今日14日放送の日本テレビ系音楽番組、ウィズミュージック、午7時56分から8時54分の見どころが公開された。稲垣吾郎、草薙剛、香取慎吾の3人での音楽番組初パフォーマンスが実現する。稲垣のソロ楽曲、シーズンズと草薙と香取からなるユニットシングチュヨの新曲、眩しい未来の SP メドレーを披露。パラスポーツ応援チャリティーソングに起用された雨上がりのステップを同曲系で初めて歌唱する。トークパートでは、稲垣、草薙、香取が出演してきた同曲の様々な番組の蔵出し映像を一挙解禁する。3人は映像を見ながら様々なエピソードを明かしていく。まずは、1988年の萩本欽一の番組、キンキラリン530に出演していた当時13歳の草薙の学ラン姿が、1996年、稲垣がレギュラー出演していた情報スポーツ番組、ウィンの映像では、当時23歳の稲垣について、おませさんですね、草薙、出来上がってますよね、香取と、その大人びた雰囲気に反応する二人。スタジオでは稲垣が、すごい緊張してたから、それを隠すために、と当時の心境を明かす。ザ・夜も引っ張れて、H ジャングル・ウィズ・T の楽曲、ワウ・オー・トゥナイト、時には起こせよムーブメントを歌う草薙と香取の様子も。当時の二人はトークで今後の目標を聞かれ、どんな答えを出していたのか。1997年放送開始、香取が約12年にわたりレギュラーを務めたのが、香取慎吾の転生慎吾後に、香取慎吾の特上。転生慎吾では、草薙と香取の貴重な2ショットトークが放送されたことも。ドライブをしながら10年後のそれぞれの姿について語っている様子を紹介する。稲垣は草薙が言ったある一言がすごい今でも嬉しくてという初出しエピソードも披露。二人でよくゲームセンターとか行ってたねという稲垣の言葉から新強の仲がどのように育まれていったのか、二人年下だったんで草薙、二人が常に一緒にいたみたいな香取と草薙と香取がその背景を振り返っていく。香取はグループ解散後に3人で、これからどうしようか、と話した機会で、すごい盛り上がっちゃって、という、それぞれのプライベートを、山のようにその瞬間に、知っていった様子も明かす。